皆さんこんばんは。こんばんは。デザインウィーク京都2022のオンラインダイアログの方を始めさせていただきます。今回のゲストなんですけれども、有限会社松楽さんの佐々木居室さんに、ご参加いただいて、佐々木さんの、人となりについて深掘りをさせていただきたいなと思っております。はい、まず私の方のご紹介をさせていただきます。何度か、出させていただいておりまして、京都信用金庫の亀岡支店で営業の方させていただいております。今回デザインウィーク京都のプロジェクトメンバーという形でですね、亀岡エリアの10社の皆さんのサポートをしております。今回はよろしくお願いいたします。はい、ということで、まずインタビューの前にですね、デザインウィーク京都の概要について簡単にご説明させていただきます。はい、デザインウィーク京都ということで、迫ってきました。今回今週の日曜日からですね、2月13日から2月の20日まで、オープンハウス、今回はリアルとオンラインの融合で、開催をさせていただきます。今回のテーマなんですけれども、変異する京都、ということで、京都各所にある、多数さまざまなものづくりの現場を、日々何かが生み出されている現場をオープンにしてですね、交流を通じて視野を広げることで生まれるイノベーション、京都が創造性あふれる、街となるようにという思いを込めてデザインウィーク京都を立ち上げました。はい、で、今年で7回目を迎えます。国内外のさまざまな方々との交流を通じて、常識の領域を超えた突然変異を生み出せる場ということを願って、今回7回目の開催をさせていただきます。はい、こちらのページがですね、今回最多の50社のご紹介をさせていただいているページとなっておりまして、下に行っていただくと右側にですね、松楽さんのページがあります。はい、松楽さん今回で2回目の参加ですかね。はい、そうです、2回目ですね。はい、2回目ですね。はい、今回はコロナ禍であるので、今回オンラインのみでの参加になりますけれども、本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、今からですね、佐々木居室さんお迎えしまして、オンライン対談の方を始めさせていただきます。佐々木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、早速、はい、今のそちらは、工場になるんでしょうか。そうです、ここはうちの工房の、作品の展示場ですね。展示場。あ、はい、そうですか。よろしくお願いします。はい、はい、まずはじめにですね、佐々木さんの方から、自己紹介と、すみません、簡単な事業内容について教えてください。よろしくお願いします。はい、佐々木居室と申します。事業内容、うち焼き物をやっておりまして、焼き物といっても楽焼きって言って茶道に特化した焼き物なんです。400年余り前に千利休さんが、自分の茶の湯のために作り出された焼き物が楽焼きって言います。で、それの楽焼きをうちは、私の曽祖父の時代から、明治38年1905年から、私まで代々私4代目になりますけれども、120年近く、ずっとこの仕事をしております。今は京都府亀岡市の、すごく山の中に工房を構えておりますけれども、うちの曽祖父が創業したのは京都東山区の、清水寺の門前で、明治38年に創業しております。まあ、それが大体流れですけど、主に本当に、うちで作る、作品はもう 90% 抹茶茶碗を、作っております。
ありがとうございます。正楽さん、最初、先ほどおっしゃっておられたように、はい、清水、市内の方で。そうです、京都市の東山区、清水。はい、清水からずっと上がっていって、清水の門前、本当の門前ですね、清水寺から100メーターほど下った、その辺りで創業しています。もうその京都市内で創業されて、はい、なぜ亀岡という地に今いらっしゃるんですか？その頃に亀岡にいろんな材料小屋を持ってたらしいんですよ。はい。今日は19年に亀岡に来てるんですけども、はい。その時に亀岡に材料を置く割り木とかいろんなものを材料を置く小屋があって、で実はその小屋から材料を運んで京都でやってたんですけれども、その戦争中ですよ、昭和19年って。はい。で、その材料を運ぶね、手段がなくなってきたらしいんですよ。はい。そしたらもう材料のあるとこに、まあ疎開を兼ねて、はい。亀岡に行こうかという、そういうあれで亀岡に来ているようです。はい、それが今、あれですか、佐々木さんがいらっしゃる。いえいえ、ここに来たのは、40年ぐらい前ですね。昭和、昭和50年ぐらいにここに、今の場所に来てます。それまでは本当の亀岡市内の中心部で、はい、駅から10分ぐらい、15分ぐらい歩いたところでやってました。ああ、そうなんですね。でもそこもね、家が建て込んできて、はい、が増えてきて、やっぱり火を焚きますんでね、火を使うんでやっぱり危ない。で、環境を求めて、こう今、東別院町という山の中に、昭和50年に来てます。そうなんですね。はい、この建物、この展示場の建物もその時にできてるんで、もうこれ、40年、はい、余り経ってると思います。そちらの展示場の奥に工場が。そうです、そうです。このこっち側の奥に、またオンラインの工房見学の時にはそこも見てもらえると思いますけども。なるほど。今回はあえてじゃあお見せしないという形でいきましょうか。オンラインの。ありがとうございます。あと、釜場とかすべてご案内いたしますんで。はい、当日は私も現地に行きますんで。よろしくお願いします。普段は公開してないんで。あ、そうなんですね。はい、本当にお知り合いの方がたまに来られる程度で、普段はもう一般には公開してないんで。たまたま見ることがないんでね。オンラインを楽しみにしていただいたらと思います。基本的にはそしたらもうデザインウィークしか見れない。ほとんどデザインとしてしか見れないという形なんですかね。そんなことでもないですか。そうですね、はい。なるほど。ありがとうございます。社長、正楽さんのホームページを見てますと、はい、佐々木さんの略歴がずらずらっと載ってまして、はい、昨日見てて面白いなと思ったんですけど、台北で初の海外個展、はい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 、であったり、はい、なんかこう、なんていうんですか、なんかすごいなと思ったんですけど、初個展っていうのは、どういう。はい、もう何8年、7、8年前だったと思うんですけど、はい、台湾のギャラリーやってる方が、突然訪ねてこられてですね、連絡をして、はい、台湾で日本文化を紹介してるギャラリーをしてますと。はい、そこでうちの正楽窯の作品を扱わせてほしい、まあ販売もされてるんでね、扱わせてほしいということでお話が来て、そうしたら次回もしましょうということで、はい、ここから作品何点送ったかな、4、50点台湾に送って、はい、その台湾のギャラリーで台北市内のギャラリーで展示会をしたんですよ。はい、そこで、まあ、楽焼きについて、まあ、楽焼きって日本特有の焼き物なので、
楽焼きについていろんなあのレクチャーしたり講演したりそういうことが始まって、それから台湾とのお付き合いがどんどん広がって、今台湾の人がたくさんここに訪れたり、私が台湾に、まあ今はこんなコロナなんでね行けないんですけど、それまでは年に4回か5回ぐらい。あ、そうなんですか。年間延べ70日ぐらい台北とか台湾、台北、台中、高尾をあのうろうろしてましたね、はい。そしたら今、まあ、コロナで行けないですけど、コロナが収まったらまたそういう活動も。活動も向こうからも来られますし、こちらからも来ますし。はい、で台湾はね、あの茶道が、日本の茶道が割とあの広がってるんですよね、今。日本茶道される方が増えてきて、人口がすごく、あの茶道人口が増えてきてるという状況もあるので、はい、あのまあ、それに私たちの仕事が役に立っているということなんです。なるほど、そうなんですね。でその、台湾のですけど、2年前かな、コロナの半年ほど前に、はい、アムステルダム、オランダのアムステルダムにも呼ばれて、この楽焼き の,、はい、あの講義に行ったんですけど、それも突然アムステルダムからここの工房に訪ねてこられて、はい、アムステルダムの陶芸家だったんですけど、でこの楽焼きの、はい、楽焼きの技法っていうのはすごく特殊な、普通の焼き物と違う技法をしますんで、その技法を教えてほしいということで、でアムステルダムにあの行ったんですけど、でヨーロッパ中からスウェーデン、フランス、ベルギー、ロンドン、いろんなとこから陶芸家ばっかり20人ぐらい集まってきて、でそこで楽焼きの講義をしたわけです、はい、それも向こうから、私がこあのアピールしていったんじゃなくて、向こうからあのホームページとか SNS 通じて、はい、来られたという感じですね。やっぱり海外でもどうなんでしょう、お茶がこう広まっ、お茶が広まって、そうです、そうです、お茶碗の方にこう、はい、興味がいっているみたいな、そういう経緯なんでしょうかね。そうなんです、そうなんです。にこの楽焼きっていうのは、あの先ほども言ったように、あの千の利休が、はい、日本茶道、千の利休の茶の湯ですね、そのために作り出された焼き物なんですよね。で結局ね、はい、日本にもたくさん焼き物あるでしょ、はい、まあ、関西地区なら信楽とか、ね、丹波立ち食いとか、たくさんそういう焼き物産地ってあるんですけど、大体もうほとんどの、ね、産地がね、あの地域産業的に起こってるんですよね。はい、ここにいい土があって、そして水があって、登り窯が築ける丘陵地がある、そしたら焼き物でもしようかなという感じで、あの焼き物が始まって、目的は後から来てるんですよ。じゃあ、はい、あの水窯を作ろうかとか、火鉢作ろうかとか、いろんな目的、使う目的は後から来てるんですけども、楽焼きだけはその目的が先に来てるんですよ。はいはいはい。そういう焼き物って世界に他にないんですよ。でそういうとこに、そういうとこに、特にフランスの人が食いついてきて、よくここに訪れてくるんです。まあ、その歴史もしっかり理解した上で、来られてるんですね。そうです。だからうちに来られるあの海外の方は、あの日本人以上に日本文化をよく理解してうちに来てくれるんで、言葉は通じないですけど、すごく気持ちのいいあのセッションがそこで流れていくんです。恥ずかしながら間違いなくそういう方よりも意識はないような形で、逆にこういう形で意識はないと思いますよ。もう申し訳ない気持ちでいっぱいです。あの佐々木さんの経歴がホームページにも載ってるんですけど、まあ、ちょっと話、戻りますけど、あの学卒後もうすぐにもう松楽さんの方に
そうです、そうです。はい。もうそれはどうなんでしょう、あの佐々木さんのご意思なんですか、それとも代々こう受け継いでいかなあかんという、こう使命感ですか。中学生ぐらいの時まではそういう使命感はあんまりなかったんですよ、中学で。高校がそういう美術高校に入ったんで、はい、でその時も、継いでいこうと、そんな使命感は全くなくって、はい、本当に、学校卒業してこの仕事場に入って父親父の、あの仕事を見ながらだんだんそういう使命感が湧いてきたと。初めはやらされる感が強かったんですけどね。で今はもう全く、使命感に燃えてやっておりますけど。佐々木さんの、そしたら佐々木さんの次、こう、はい、佐々木虚室さんという、こう襲名されるご予定の方、まあ、いわゆる後継ぎの方はもうすでに決まってらっしゃるんですか。息子うち2人おりまして、はい。2人ともうちの高校に入ってるんで、長男の方が、まあ、後を継いでいくと、そういう感じになっていると思います。やっぱり長男も、あれこれ10年近く、仕事始めて10年近くなってますんで、そろそろものになってきたのかなというぐらいにですけどね。まだですが、まだまだ私頑張らないといかんなんですけど。その襲名をさせる時期っていうのは佐々木さんが決めるんですか。そうですね、私がもうそろそろいいかなと。はい、まだでもあと、まあ、10年15年はかかると思いますけど。なるほど、なるほど。そうです、佐々木さんが、はい、佐々木さんとしてはもう、こう息子さんに虚室さんという名前をこう襲名させた後はもう、まあ、変な話、10年15年後にはもう引退。そうですね、引退して、自分で好きな思うがままのものを作っていけたらなと。なるほど、なるほど。私が襲名したのはね、父が亡くなってからなんで。ああ、そうなんですね。ちょっと早く亡くなったんで、知事が亡くなったので襲名したという形になったの で、私の場合どうなるかなと思ってるんですけど、まあ、10年、はい、20年後にどうなってるかちょっと分かんないんですけど、その時元気だったら、なんか本当に現役の時にはできなかったものを、ちょっといろんなものを挑戦したいなっていうのはあります。やっぱ今できる、やっぱりこう伝統をこう受け継いでいかなあかんので、やっぱり、はい、何かしらの制限というか。なかなか面白いところに気づかれたと思うんですけど、制限がすごくあるんですよ。だ結局、はい、茶道のお茶碗なんで、はい、茶道のお茶碗にはいろんなルールがあって、ね、こういう、大きさでこういう風に削り上げなさいとか、こういう風に作り上げなければいけないというね、やっぱりそういうルール、はい、道具なんでルールがあるんで、はい、でそれに準じて作ってますけど、これに準じなくちょっと芸術性のあるものもちょっと挑戦したいなと思ってるんですけど、ね、まあ、それが早ければ10年後10年後できるかできないか、まあ、なるほど、経済であればいいんですけど。佐々木さんの後ろに何点も商品がありますけど、はい、僕ちょっと一番、すいません、これ質問、この質問をしていいのかちょっとどうか、すいません、はい、素人なんでさせてもらうんですけど、はい、一番高い商品っておいくらぐらいするんですか。これは質問していいんですか。それは質問せずに、いや売り場に行ったらうちのが出てるんで。で、この質問はすいません、やめ、もう NG ですね。 NG ですね。すいません、素人で申し訳ございません。いや、もう後ろに何点もあるんですごい気になって。うちの作品の場合はその定価っていう、上代定価っていうのがないので、はい、
このうちが卸業者さんに出してそこから小売業者さんに出ていくその流通でいろんな流通を経て上代価格が若干変わってきたりしてるんで、はい、はい、だからこれがいくらというそういう決定的なことはないんですよ上代、はい、なるほどなるほどすいませんでしたちょっとズブな素人で変な質問して申し訳ございませんそしたら次に話進めていくと、その松楽さんの方で、まあ、体験教室とかそういうこともできるということで、はい、書いてあるんですけど、サザンの中で今後こう、なんですか、こうもっとこうお茶碗を親近感を持ってもらえるというか、もっと、まあ、僕らみたいな若い、はい方々に対してこう、なんかこう身近に思ってもらえるようにというか、はい、なんかこう、そういう目線でこう、今後新たにこういうことを始めていきたいなみたいなことってありますか？はい、あのね、佐渡専用の焼き物なんで、で、はい、他にはなかなか転用しにくいんですよね。他の、例えばご飯を食べるお茶碗とか、お湯飲みとかがなかなか、その焼き物性質上転用できないのでそれと全くなかったことで、はい、ちょっと私今ね恥ずかしながら書道を習ってるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。でそれもねまあ今こうなったんで今ちょっとオンラインでお稽古してるんですけど、はい、でそれ書道をしながらふと思ったのがね文鎮ってあるでしょ書道、はい、あれって私がお稽古の始めた時に購入したのが短い鉄の棒やったんですよ。はい、それを置いて文鎮として書いててふと思ったのがこれ焼き物でうちの品物でできるやんかとかね。ああ。茶道用の文鎮とかを作り始めたんです。はい。そうです。皆さん書道用の。はい。はい。それをうちの技術を生かして作り始めて、これはな面白いなと思って。でそれによってお茶をしない方にも楽焼きの良さを分かっていただけるような工夫を他にもいろいろ考えてやっていこうかなと思ってる。もうその文鎮はあれですか、まだ、企画段階ですか？いや、もうできてますよ。ちょっと待ってくださいよ。はい。これ見えます？おお、え？想像してたものとちょっと違う。これ結構重たいんで、これ一つで半身ぐらいの大きさだったらちゃんと止まるんです。はい、動かないんです、半身。結構重い、こういう可愛いものとかね、いろいろ。これはほんの一つですけど、あとこれを何十種類ほど。作ったりいろいろしております。それはもう全然問題ない、ないんですか？問題はないです。使うことには全く問題ないです。ただね、ただうちの販売のツールとして茶道の問屋さんとかとのお付き合いはもう100年近いとこもありますし、何十年というそういうのがあるんですけど、いわゆるこういうのを扱うお店との接点が全くないんで。ああ。だから、なるほど、なるほど。他のものもね、壁掛けとか、楽屋で作るものはたくさんあるんですけど、はい、結局それをどうして流通に乗せていくかっていうのが大きな課題ですね。なるほど。まあ、でも逆にこう外国人の方とか、まあ、なかなかこう文鎮として使うっていうのは難しいかもしれませんけど。置物としてもなんか使えそうですね。ペーパーウェイトとしてね。なんかこう、普通にね、置物になりそうな感じは。そうです、そうです。はい。受けそうな感じはしますね。はい。そういうことも考えてるんですけど、まあ、今まで従来の、うちが続けてきた120年の仕事以外のことで、その技術を生かして、そういう方にちょっと転用していこうかなと考えてます。ありがとうございます。はい。そしたら、まあ、
来週ですね、オフィシャルチャンネルの方で、次は工房を見せていただけるということなので、15日ですね、次はね。そうですね、15日のお昼からですね。はい、15日は今のところの予定ではね、黒楽の約釜の予定が入ったんで、多分それも見ていただけるかなと。楽しみにしてます。はい。その釜は多分ね、他では絶対見ることのできない釜なので。で、その焼けるのを見ながら、もっと楽焼きの特徴というのをお話ししたいなと思っています。ありがとうございます。はい、当日は私が、カメラ撮りに行きますんで。そうですか。はい。はい。釜は暑いんで。あんまり厚着で来ないように。あ、そしたらデザインウィークの半袖の T シャツで来ます。よろしくお願いします。お願いします。佐々木さん、すいません、ちょっと短い間でしたけど、本日ありがとうございます。はい、また15日、ご覧になっていただいたらと思いますので、よろしくお願いします。そうしましたら、最後にですね、改めて、有名会社松楽さんのですね、オンライン放送のオフィシャルチャンネルについてのスケジュールを最後にご紹介して終わりたいと思います。松楽さんの、オンライン開催のスケジュールなんですけれども、先ほどお伝えしました2月15日火曜日の、13時から14時と、2月20日日曜日の11時から12時の、60分間2コマで、させていただきますので、普段なかなか、公募の方は見れないという形になってますので、ぜひぜひ、皆さん、たくさんのご参加、オンラインなので、たくさんのご参加をお待ちしております。はい、このご予約の方は、デザインク京都のホームページから、オフィシャルチャンネルの方の予約はできますので、皆さん、どうぞお待ちしてます。よろしくお願いします。はい。それでは今回の有名会社松楽さんの佐々木巨子さんに、ご参加いただきまして、このオンラインダイアログの方をさせていただきました。佐々木さん、今回ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。